プーチンの影の戦争開始の合図、日本に潜むロシアや中国のスリーパーセルが目覚める時、欧州で相次ぐ破壊活動、欧州各地でロシアが仕掛けたとみられる放火事件や破壊工作が相次いでいる。ロシアは影の戦争を開始したという見方が有力だ。イランが代理勢力にイスラエルを攻撃させている手法を真似たという指摘もある。隣に中国や北朝鮮を抱えた日本は大丈夫か。ポーランドの首都ワルシャワにあるショッピングセンターで5月12日早朝、大火災が起きた。この火事で約1400店の店舗が入る施設の8割が全焼した。ポーランドでは放火や破壊工作事件が相次いでいた。政府は調査委員会を設置し、これまでにロシアが背後にいた事件の関係者12人を逮捕している。ショッピングセンター火災についても政府はロシアが関係していると見ている。英国のロンドンでもロシアが関係したとみられる火災が起き、検察当局は逮捕した容疑者4人を起訴した。ドイツでは米軍基地を含む複数の施設を対象に破壊工作を計画していたドイツ系ロシア人ら2人が逮捕された。ロシアの関与が疑われる事件は地上にとどまらない。北極海ではトロール漁船や研究調査船に偽装したロシアの船団がスウェーデンやノルウェー、デンマーク沖を航海し、英国沖にまで達していた。この船は場所を特定できないように送信機をオフにして、機関銃を持った武装兵が乗り込んでいた。昨年から破壊工作が続き、10人の容疑者を逮捕したエストニアのカヤ・カラス首相は2月、米 CNN に、我々の社会に対して影の戦争が起きている。ロシアの目的は我々の民主的決定に影響を与えることだと語った。5月30日付のガーディアンは、こうした欧州全域での破壊工作が全て調整された企てという証拠はないが、情報機関はウクライナを支援する西側を不安定にするロシアの試みの一環とみなしていると報じた。カタールのメディアアルジャジーラは5月29日、ロシアは世界各地に配置していたスリーパーセルと呼ばれる秘密工作員を動員して組織的な破壊工作を展開し始めたという記事を配信した。記事にコメントした安全保障専門の大学教授によれば、これは戦後西側が経験したことのない初めての事態という。ロシアが始めた見えない戦争。英国のシンクタンク王立国際問題研究所チャタムハウスの上級研究員キア・ジャイルズ氏は5月1日、欧州で起きている破壊工作はロシアが北大西洋条約機構 NATO 諸国に対して全面的な戦争を仕掛けようとしている兆候と一致しているという分析を発表した。以下のようだ。特に目標になっていたのはポーランドだ。ウクライナへの補給路の要になっているからだ。当局が逮捕した男は空港の警備状況を偵察していた。明らかにそこを通過するウクライナのウォロデミル・ゼレンスキー大統領の暗殺を狙っていた。ポーランドは鉄道網の破壊工作と偵察活動をしていたスパイ網も摘発した。ロシアは欧州全域で破壊工作をする工作員をリクルートしている。同様のパターンは黒海地域の航空便を妨害する電子戦でも明らかになっている。3月にはポーランドから帰国する英国防省が乗った航空機の飛行を衛星電波を使って妨害した。エストニアとフィンランドを結ぶ航空便は何度も妨害され空路が途絶している。敵対行為は日常化し誰も対処できていない。西側が対処しなければロシアは国境をどんどん押し広げるだろう。次に来るのは何か。ロシアは自分たちのために働くフリーランスの代理人を探している。我々は攻撃にさらされている。西側はもっと衝撃的な事態に備えなければならない。ここで指摘された代理人を探しているという点は重要だ。ジョンズ・ホプキンス大学のハルブランズ教授は5月31日付のブルームバーグで、ロシアはイランのように代理人を使った低強度の戦争を仕掛けているという見方を示した。
ロシアのウラジーミル・プーチン大統領は、もしも米国に NATO を批判する大統領が誕生して、米国の欧州防衛意思を疑うようになれば、バルト諸国に対して一気火星の戦争を仕掛ける誘惑に駆られるかもしれない。だがそんなことをしても最終的には敗北すると分かっているので、その可能性は低い。ロシアは長い間、欧州における秘密作戦のスポンサーだった。例えば2014年にはチェコにあるウクライナ向けの武器弾薬庫を破壊した。モンテネグロやドイツではクーデターや暗殺計画を練っていた。プーチンは西側に低強度の戦争を仕掛ける能力を持っている。私は2年前、ロシアはポルガのテヘランになると指摘した。つまり、ロシアはイランのように強くはないが、代理人や非伝統的な手段を使って、ますます戦闘的な体制になると見たのだ。まさに私が予測した以上の速さで、そんなロシアが登場しつつある。NATO は傷ついたロシアとの長い影の戦いに備えなければならない。彼らは敵をイライラさせる創造的な手段を見出している。そんな種類の冷戦は、西側がロシアとの熱い戦争を回避できたとしても、十分に厳しい戦いになるだろう。ロシアはイランのように代理勢力や世界に配置した秘密工作員組織を巧みに操って、見えない戦争を始めたというのだ。日本への影響は、さてそうだとすると、日本についても同じ事態が起きる可能性はないのか。ロシアと中国、イラン、北朝鮮の悪の枢軸は互いに連携して米国中心の世界秩序を覆そうとしている。ロシアがイランを真似たのだとすれば、中国や北朝鮮も同じではないか。すぐ頭に浮かんだのは中国人による靖国神社に対する非礼な事件だ。容疑者と思われる中国人は6月1日、靖国神社の石柱に放尿する仕草をした後、赤いスプレーで落書きをして中国に逃亡した。事件の背景は不明だが、日本の警備体制を試す狙いがあったのかもしれない。もう一つは台湾の河口に元中国海軍艦長だった男が小型船で侵入し、逮捕された事件である。男は、中国で反政府の言論を発表し迫害を恐れたと話していると報じられた。真相は不明だ。同様の事件は18件も起きており、中には台湾の防衛能力を偵察する目的だった可能性もある。中国や日本や台湾で近い将来の対決に備えて代理人を使って国内の防衛体制や防潮能力、即応体制、情報収集能力などを把握しようとしているのかもしれない。台湾や尖閣諸島の現状を考えれば、むしろ中国はそんな偵察をしないと考える方が不自然ではないか。日本に潜む工作員、アルジャジーラが指摘したロシアのスリーパーセルとは、長い間本当の正体を隠して眠るように他国に潜んでいて、いざという時に目を覚まして破壊工作に従事する秘密工作員を指す。日本にもそんなロシアや中国の工作員がいるのは確実だろう。日本に潜むスリーパーセルはいつ目覚めるのか。中国の非公式警察署が日本にも設置されていた問題では、現職の与党参院議員の関与が疑われながら、真相は明らかになっていない。私は日本の政権が邪悪な勢力の意図を見誤って眠りこけているのではないかと心配になる。ウクライナの無人機87機撃墜、夜間攻撃でロシア発表。ロシアは14日、夜間にウクライナのドローン87機を撃墜したと発表した。うち70機はウクライナ攻撃の司令部が置かれている南部ロストフ州を狙ったものだったとしている。ロシア国防省は、夜間にウクライナ政権による無人機を使ったテロ攻撃の試みがあったが、失敗に終わったと述べた。また、ウクライナの無人機計87機をロシアの複数の州上空で撃墜したとし、ロストフ州で70機、クルスク州とボロネジ州でそれぞれ6機、ボロゴグラード州とベルゴロド州でそれぞれ2機を撃ち落としたと説明した。ロストフ州のパシリ・ゴルベフ知事は、
テレグラムへの投稿で、州内に人的被害はなかったが、複数の地区で停電が発生したことを明らかにした。他方でウクライナに接するボロネジ州のアレクサンドル・グセフ知事は、落下片で燃料貯蔵施設に軽微な損傷があったとした。